こんばんは。ゲリラです。起こせ。この櫛マジでいい。リファの櫛、手にめっちゃ馴染む。こんばんは。心からかわいい、ありがとう。今日はゲリラなんでね。あのブラシだ。そうです、あのブラシです。リファのね、ブラシ。とりあえずボディクリームを塗ります。物が多すぎて置く場所がない。こんばんは。マジで足カサカサなの。足出してるからさ。かわいい、ありがとう。大沼さん、バチコにありがとうございます。 VANG アンダーバー XJAN さん、バチコにありがとうございます。こんばんは。そしたら、今日はね、これを塗ります。いつもと違うの。ハートミー、ありがとう。これね、見える、これはなんてやつだっけ、リードルショットってやつですね。なんかこれを塗ったら自然の針がチクチクするんだけど、ここら辺を、肌をね、塗ったところ、そしたらなんかニキビの跡とかを直してくれるらしいの。だから使おうと思って、この前ね、このパックを買ったの。そしたらこれもついてきたの、リードルショット。だからこれを使います。これマジでいいの、本当に。ここニキビと跡がめっちゃあるんだけど、それが落ち着いてくる。赤みとかも減るの。素晴らしいよね。よいしょ。でもこれ結構チクチクするから、たまに痛い。次の日にマスクつけたら終わる。チクチク痛いから。でもマジで全然痛くても我慢できるぐらい効果がすごいの。ぜひ皆さんも使ってみてください。リードルショットです。でもこれ50と100と300と700、500もあるのかな。何段階かあって、そうそう、何段階かあるのよ。すごいね、自然の針でさ、こんなに肌が綺麗になるんだよ。こんなにっていうか、まだだけど、一本使い切ったら効果めっちゃ出てるらしい。ニキビね、そう、消えたんですよ。リードルショットやってから綺麗に消えてきました。こんばんは。寒い、寒いですよね最近、マジでやばい。でも広島は昨日雨降ってて、今日も曇りだったから割と暖かかったです。でも今日はめっちゃ風がビュンビュン吹いてた。風がすごかった。チクチク感めっちゃ気持ちいいんだけど、痛気持ちいい。ハートミー、ありがとう。めっちゃ効果あるんですよ、マジで。みんなにおすすめしたいぐらい。最近友達におすすめしてる。リードルショットめっちゃいいよって。リパイ、リパイ。OK。次は普通に化粧水とかを塗っていきます。Yes, yes。メラノ CC ね。毎日使ってます。マジでメラノ CC 使い出してからニキビ減った。本当にすごい。
なんかリードルショット使った後はなんか肌が弱いから紫外線に弱いらしい。だから使った後は日焼け止めを塗らないといけないの、次の日ね。大沼さん、バッチャーさん、ニコニありがとうございます。冬に日焼け止めつけるって思ってなかったな。でもマジでさ、すごい美意識高い人はさ、冬もさ欠かさずつけてるよね日焼け止め。油断大敵って感じ、すごいよねマジで。日焼け止め塗るの本当にめんどくさいからさ、ベタベタしてるし、まあしないのもあるけど、私はあんま日焼け止め好きじゃない。まあ塗るけどね、太陽の下に行く時とか全然塗らないと痛いから。手入れは時間かかるんだな。そうなんですよ、めっちゃかかるんですよ。でも結構楽しみでもある、この手入れが。めんどくさいとは思わない、楽しみなんですよ。だから新しいさ化粧水とか買った時とかも超楽しみだしね。こういう今回はリードルショット新しいけど、もう超楽しみだった。リードルショット使う前、同じ広島めっちゃ嬉しい。やったね、めっちゃ可愛い、ありがとう。冬も日傘してる人もいるしね、素晴らしいですよね。最近めっちゃ髪の毛抜けるんだけど、やばすぎ。リードルショット使ったんでね、集中対策します。美容液あかんのよ、手がぬるぬるすぎて。よいしょ、綺麗になるから楽しいんだね。そうなんですよ、めっちゃ楽しい、超楽しい。メラノ CC さ、めっちゃ塗りたくるのがね正解なんだけど、でもめっちゃ塗りたくったらもうテッカテカになるの、顔がこんな感じで。だからさ、夜友達とお泊まりする時とかはできないよね絶対。テッカテカすぎて写真も撮れねえって感じ。そういう時みんな何してるんだろうね。すっぴんパウダーとか使ってんのかな。なんかあるんですよ、夜洗わずに寝れるみたいな、つけたままとか、メイクできるとかね、洗わなくていいみたいな、そういうのやってんのかな。ここマッサージします。さあ、私ここね、クマやばいの、クマ、クマ取りしたいレベルで。だからしっかりマッサージして、次の日クマ薄くなるようにします。マジでテカテカやね。おでこ見せた方が可愛いよ、本当に。おでこさ、こう上げたいのね、前髪をこうこういう感じに。でもまだ全然長さ足りないし、でこ広いから微妙かなって感じ。どうしよう、明日これでいく？わざわざ分ける必要あるかって感じなんだけどね。眉毛も綺麗にしないといけないし、あげるんだったら悩むね。次はヘアオイル塗ります。あ、待って、その前にまつげの美容液塗ります。まつげの美容液、ピカチュウのねパッケージなの、超かわいいよ。リパイリパイ、トゥ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 。マジでこれ塗ったらまつげ変わる、最高。下まつげもちゃんと育成します。そう、最近ねぬらりひょんの孫にハマってんの、もう超面白い。ピッコマでね見てるんだよね今、ぬらりひょんの孫。でもなんか1日見れて12話しか見れないの。でもさ、ぬらりひょんってめっちゃ話が長いからさ、まだまだ先があるじゃん。もう最後まで見たくて見たくて仕方がないのよね。だから本を買おうと思ったの。そしたら近くの
あの本屋さん潰れちゃって買いに行けなくって、なんかすごい残念って感じ今。マジでネラリヒョンの孫面白い。ホワイトリリーヘアオイル塗ります。はい、髪が短いのでワンプッシュです。長い人はね2プッシュとかなんだよね多分。最近ねセブンのね揚げ鶏にハマってる。ファーストフードの、ファーストフードマジで揚げ鶏美味しい。アマゾンで買うしかないね。そうですね、アマゾンで買うしかないです。よこしよこし、しっかり塗りたくります。モノマさん、バッチャさん、ニコニありがとうございます。次は歯磨きします。ネラリヒョンの孫確かに面白いね。マジで面白い。ココロンちゃんめっちゃ美人で可愛い、ありがとう。揚げ鶏は小5の時に個人的にブーム来てました。もう一回ブーム来させましょうよ。もう超揚げ鶏うまい、最高。いつもセブンで買うセットは揚げ鶏とあれ白餅たい焼き、もう超美味しい。最近白餅たい焼きがねカスタードじゃなくって中身がチョコになったの。それはまあ残念なんだけど、外側の、ね、生地っていうのかな、めっちゃうますぎてずっと食べてる。超うまい。今日のね歯ブラシの、じゃあ歯磨き粉はシュミテクト試供品です。歯医者行ったの、歯ぎしりやばいから顎痛くって、そしたら試供品くれて、それがこれ。犬屋さん、犬屋さんの続編ってなんだっけ、ハンコの、いや、なんだっけ、女の子のやつだよね、多分。違うっけ。ブラマゴマジで面白い。個人的にあれが好き、首なし超好き。二代目もかっこいいよね、ネラリヒョン。リパイリパイ。なんかね、セブンのね、新作があるの。ローストビーフとマッシュポテトみたいな。めっちゃ美味しそうだった。あれ食べたい。でもまだ見たことない。髪伸びたね、ここ。跳ねる。
オッケー、お待たせ。ぐちぐちペーしてきた。よいしょ。これから髪乾かします。髪が短くなったように見えたんだけど錯覚ですね。前髪は前髪いつ切ったっけ？この前前髪切ったからそのせいかな。かわいい、ありがとう。胡蝶しのぶカットってどんなのだろう。どんな髪型しちゃったっけあの人、忘れたな。歯磨きは一本一本歯茎と磨くのがいいらしいです。そうなんだ。こんばんは。よし、髪乾かすんで一回音切ります。
はい、お待たせしました。胡蝶しのぶのね、髪型あれらしい、前髪分けてポニーテールしてるやつらしい。やりたいね、やりたいけどポニーテールができないんだこの髪まだ。今回動画ドライヤーの時間長い中ね、だんだんね毛量が、まあ、何色でしたんだっけ、なんだっけ、あ、そう、毛量がさ増えてきて乾くのに時間かかるようになったんだよね。こうやって跡もつくし、やっていけねえよ。この中途半端に伸びた時が一番大変なの、乾きにくいです本当に。え、そうだよ、寝てる時にさ乾ききってないところがさ寝癖つくの。だからあのナイトキャップ使いたいなと思ってたの。そしたらあれなんか寝癖つきにくいし、あの髪が寝るときに擦れないからあれらしい、ダメージが少ないらしい髪に。すごいよね、よく映画で見るナイトキャップってそんなあれがあったんだって感じ。このまま後つけます、乾かして。ドライヤーだからすぐ乾くかと思ってた。まあ髪の量にもよるよね、乾くかどうかは。よし、じゃあ終わったんで今日のライブはおしまいにしたいと思います。ってことで見に来てくれてありがとうございます、コメントもありがとうございます、バチコにもねありがとうございます。次は明日かな、明日ライブします。びっくりした、か明日ねライブするんで見に来てください。ってことでまたね、バイバーイ。